こいつもバカにすんな。私は走るし、勝ってみせる。寮って本当にうるさいけど、帰れば誰かがいる生活自体はそこまで嫌いじゃないわ。昼休みに図書室行ったら、名著だとかって綾秀がやたら分厚い本勧めてきてさ、あんたにお知らせだって見といたら。買い物全部通販でできるように早くならないかな。人混みうざいし、店員とも話さなくていいし。そういや、気づいたら足目の服結構持ってるな。たまたまだと思うけど、服の染み抜きしてたらクリークさんやたら褒めてきてさ、自分のことは自分でやりたいだけなんだけど。スマホゲーのランク見られたとき、やけに驚かれたんだけど、長くやってりゃあんなもんでしょ。フードいいじゃん。うざい目線消してレースに集中できるし、ゴールして脱いだら違う景色だ。ったく、新入生のオリエンくらいちゃんとやってよ。なんで私が案内なんか。ウマ娘名君、レベルアップしたってさ。